戦闘中のデータがあります。戦闘中から復帰しますか？これ何やってたんだろう。まあいいや。ちょっとやってみましょうか。はい。これ、ああなるほどね。これやってたんだ。じゃあちょっと今からちゃちゃっと終わりにしていこうかなと思います。その後にですね、本題に入ろうかなと思いますので、しばしお待ちいただければなと思います。いやー、ようやくついにですね。ついに最終日でございますよ。いやー、何とは言わんけれども、最終日でございます。いやー、よう頑張ったよ。もうこれはもうね、自分をマジで褒めたたいたいよね。いやー、はい、ということで終わりでございます。もう今回は自分をベタ褒めする回になってくるんじゃないのかなと思うんで、まあいいや、じゃあ早速ですね、本題に入りましょうか。さあ、ということでログインボーナスの方ですね。はい、ということでこちらでございます。さあ、ということでついに来ました、最終日でございます。うわー、来たねー。いや、よう頑張ったな。ラジオ体操最終日ということで、やり遂げたにゃ。友達に自慢するにゃということで、自慢する相手いないわ。ということで、まあ、プラチナのかけらをゲットしたということで、あー、よかったー。まあ、なんとかこの時間までですね、踏ん張って起きて、回収することができました。ようやく解放でございますね。いや、よかったよかった。ということで、ラジオ体操に関しては終了でございます。どうしよう。もうこれで終わりなんだけど、今回。終わり。じゃあなんかやっていこうか、せっかくだからね。どうしようかな。この間かけら10個になっちゃったからな。プラチナガチャも回せないし。何しようかな。朝からやることってもうこれといってないんだよな。じゃあちょっとにゃんこガチャ回そうか。微妙に溜まってるんでね。ちょっとこれ全部今から消化させていきましょう。じゃあ行きまーす。はい。そうだ、NP だ。NP。そう、NP の方増やしてですね。とりあえず、なんだっけな、なんかのキャラクターの本能上げをさしたかったんで、まあとりあえずその前準備ですね。今回やっていきましょう。まあついでにね、レアチケットの方も回収できるかなと思うんで、まあ十数枚ぐらいは多分回収できるんじゃないのかなと思うんでね。とりあえずささっと回収していきましょうか。そういえばレアガチャに関してさ、あれだよね、なんだっけ、サマーガールズのなんか別バージョン来てたよね確か。そういえばなんかネコルガの夏だったりとか、あとはなんだっけ、カンナだっけ、カンナの夏バージョンがそういえばいなかったなと思って、でふとレアガチャの方見たらなんか別のね、夏ガチャに変わってたんで、それちょっと動画の方で全く触れてなかったんで、まあ、いや、ちょっとこのね、ニャンコガチャが終わったらね、ちょっと確認しようかなと思います。まあ引くかどうかは分からんけれども、まあとりあえずですね、消化させていきましょう。あとどうしよう、福引きガチャの方も何枚溜まってんのか知らんけれども、この辺もまたいずれかちょっとね消化させなきゃな。とりあえずね、アイテムとかの方もちょっと回収したいんでね。あとそうだよ、虫網だ。虫網、虫網がねすげえ今溜まってんのよ。もうどこまで溜めるのか分かんないけど結構溜まってきたんで、そのうちにとりあえずそれもですね、まあ多分もう丸々一本動画になっちゃうかなと思うんでね、かなり数あるんでね、まあそれもまた近いうち、やろうかなと思います。はい、では青玉結構来ますね。いい感じいい感じ。そんでもって猫缶に関してもまた微妙に溜まってきたんでね、そろそろまた何かでちょっと消化させようかな。でもこの間蝶猫剤来ちゃったからな、そん時ねこのアカウントに関しては回さなかったからねあれだったんですけども、なんかそろそろねちょっと回したい欲がある、回したい欲があるっていうか、ちょっと回したくなるガチャが来てほしいななんて思いますけれどもね。はい、ということでそんなもんかな、とりあえずね。まあでもなんとか無事ですね、とりあえず21日だっけ、そのラジオ体操に関してはまあ起ききれてよかったのかなと思います。多分ねあれで1日もとりあえず取り逃しというかスタンプ押せなかった日は多分なかった気がするんだよな。多分、多分、もうほぼほぼね、もうね、オールみたいな形で起きてたからね、何度か回収できましたけれども、いや、結構代償でかかったけどね、だいぶ。体への代償はかなりでかかったけど、まあでもそれよりね、この達成感の方が勝ってるんで、もう文句ないです。もう全然いいです。はい。ということで。で、この後ですね、とりあえず、1日10分しかプレイできないね、アカウントの方でも、とりあえず、かけらの方ね、ちょっと回収しようかなと思いますので。いやー、よかったよ。いや、本当に一安心でございます。これで、僕の夏は終わりでございます。はい。まだ夏本番、あ、終わっちゃったんでしょ。
まだ夏は終わってないけれどもね、もう夏が終わりっていうね。じゃあとりあえず小屋市に一旦買いましょうか。はい、ということで13枚、これはでかいですね。で NP で2000、おだいぶ溜まりましたね。でもまだまだ回せるんで回していきましょう。いや中途半端だな、29か。あともう1枚あればね、ちょっともう10連、30連か、30連できたかったかが言えなかったもん。ちょ10連3回ってやろうと思ったんですけども、まあいいか、最後は9連で、締めくくりましょうかね。はい、ということで時間的にもでも意外と早いな。どうしようかな。じゃあ福引きガチャ回すかレアガチャ回すかだね。あ、これでニャンコガチャに関してはラストでございます。はい、ということで、そっか、経験値の方もまた減っちゃったんだよな。神社の方でね、見過ぎまくったからな。これもまた貯めなきゃ。よし、ということでニャンコガチャは一旦終了で、レア付け回収3枚でございます。で NP 行き、よし OK。 さあどうだ、所持チケット見ていきましょうか。あー27枚、まあそれなりに貯まりましたね。じゃあちょっと次はレアガチャ見ていきましょうか。はい、ということで、そうこれだね、サマーガールズサンシャインでございます。あれ去年も2パターンだったっけ、全く覚えてないんですけれども、まあ、こっちのガチャはね、まあ、カイだったり、ネコルガの夏、あとはカナンかな。カナンじゃねえよ。なんだっけ、カンナだ。カナンはなんだったっけ、まあいいや。でも、カッパーとかクーに関しては、あれ、前のガチャもいなかったっけ、まあいいや。ということで、こっちはあれなんだね。新キャラはいないんだね。でも、こん中で欲しいのっつったら、でも、カンナぐらいしかいないんだよな。ほぼほぼもう持ってるからな。カンナ一点狙いでなかなか渋いけどね。難しいな。ちょっと一旦ちょっと戻りまして、福引き見ていきましょうか。福引きもね、でもだいぶ、間違えた。レアガチャだった。福引きだいぶ溜まってると思うんだよな。いや、全然だわ。一あれ、嘘。何と勘違いしたんだろう。じゃあ、一連します。はい。嘘。マジか。あれ一枚。しかも、まさかの。さあ、なんだ。あー、すごい。トレジャー来た。すごいな、はい、いい引きしましたね。よし、これでようやく703個でございます。まあ4桁までの道のりはまだまだ長いですね。じゃあ G はどうだ。あ、 G は12枚なんだ。じゃあもうこれも消化させましょうか。はい、せっかくなんで。あれ、おい、ちょっと待ってよ。あれ、俺もっと持ってると思ったんだけどな。知らない間に消化させちゃったのかな。マジか。ちょっとダメだね、記憶力が。あー、よしよしよし、 C はいいよ。ガンガン来てほしいところ。まあ神社の方でもだいぶ C 回収できたんですけどもね。でもまだ足りないかな、あと2回か。はい、ということで、じゃあもう福引き系もこれでもう終わりでございますね。はい、最後に C 来てほしいな。あー、 B ね。はい、ということで終わりでございます。で、そんでもって、そうだ、虫網のね、あの夏イベのガチャに関してはですね、今361、虫取り網があるということで、じゃあこれ500まで貯めようかな。そしたら一気にちょっとぶん回そうか。まだね、残り期間あるんで、じゃあとりあえずそんな形でちょっとやっていこうかなと思います。じゃあ最後にまた猫の夏休みステージやっていきましょうか。ちょっとニャンピュー使わずに普通にちょっと周回していきましょう。さあ、ということで、じゃあ最後にちゃちゃっと、虫網の方を回収していこうかなと思います。意外と結構溜まるの早いね、虫網に関してはね。この間もなんか消化したばっかだった気がするんですけどもね、気がついたらもう300。いや、だいぶ溜まるのが早いんでね。まあそのおかげでね、ガチャの方もガンガン回せるんで、とりあえずそうだね、アイテム回収とか、まあその辺だな。まあイベントガチャは多分もうほぼほぼあれだよね、もうプラスの方はもうマックスになってるんで、まあ全部 NP 気になるかなと思いますけどもね。まあでも全然いいですよ。はい、もう3つだもんこれ、めっちゃでかいわ。そりゃたまらの早いよな。ちょっともう一周挑戦できるんで、これやって、今回の方正真正銘終わりにしようかなと思います。で、とりあえず、あ、そうだ、あの次回はレジェンドゼロをやんなきゃいけないんで、ちょっと続きのステージですね、ちょそろそろやろうかなと思います。他にもちょっと進化動画とかもやりたいんですけれども、まあちょっとレジェンドの続きがちょっとね、あのすげえ気になるんで、まあとりあえずあのやっていきましょう。はい、クリアできるかどうかはわかりませんけれども、まあ頑張っていこうかなと思います。はい、ということで白3、3、5位、3、よし、 OK。これ3で確定だったっけ？まあいいや。はい、ということで本日はこれくらいにしたいと思います。いやー、なんとかですね、ラジオ体操ログインスタンプの方は、完走ということで、これでようやくですね、解放されるんで、ちょっとゆっくり寝たいかなと思います。あ、寝れねえよ、もう1本取んなきゃいけないんだ。ちょ、1日10分やんなきゃいけないからまだ寝れねえわ。あ、まあいいや、ということで今回はこれくらいにしたいと思います。また次回動画でお会いしましょう。バイ。